西を通って、それから北側に向けて雪の重さを体積で割ってやると密度が出る。深さをかけてやると積雪水量が出てやるから、出てくるから、でもちろんきちっと整地したところだったら積雪深とはほとんど変わらないんだけども、僕たちが知りたいのはもう地面がどういう状態になってるかわからないところで測る、わかるようになるのね。で今日も多分2人か3人には、それからここが外れてこぼれたりする、そういうことがないように下に下ろした方がいい、うん、このフライパンが落ちられて、港はやっぱり。